1965年の運行経路。青はライン川。ラインゴルトはオランダとドイツ南部、スイスなどドイツのライン川沿いを経由して結んでいた中高の国際列車である。1928年から第二次世界大戦による中断を挟んで1987年まで運行されており、1965年からは T の一列車でもあった。1951年から1954年までは、ラインゴルト急行という名称だった。オランダ側の起点はアムステルダム及び、フークファンホラントであり、スイス側の終点は、時期によりバーゼル、またはジュネーブなどである。また1983年以降は、ミュンヘン方面への分岐も存在した。 列車名はドイツ語で、ラインの黄金を意味し、リヒャルトワーグナーの楽劇、ラインの黄金の元にもなった中世ドイツの、ジ女ジシニーベルンゲンの歌に登場する、ライン側の底に沈められたニーベルンゲン族の財宝に、由来する。第一次世界大戦以前は、ドイツ帝国と、スイス、イタリアを結ぶ列車は、後のラインゴルトの経路である、ライングガンのバーデン対抗国経由ではなく、当時は、 ドイツ帝国領であった左岸のエルザス経由を主としていた。1901年に運行を開始したフークファンホランとバーゼル間の中高急行 D164-163 列車はラインゴルトの前身とも言える列車であるが上部ライン地域においてはビンガーブリュックから南下しノイシュタットシュトラスブルクを経由していた。この列車にはフリッシンゲンバーゼル間 アムステルダム・ミラノ間などを直通する客車も連結されていた。第一次世界大戦の終戦後、ドイツでは経済の混乱やフランス、ベルギーによるルール占領などのため列車の運行には困難な状況が続いた。1924年のドーズアン受諾とドイツ国営鉄道会社の発足により鉄道は安定を取り戻した。国際列車の運行に関しては 大戦前に列車を運行していた国際信頼者会社と対戦中にはゴンリの路線網を奪う形で設立された中央ヨーロッパ信頼者食堂者会社の間で対立があったが1925年に両社とドイツ国営鉄道の間で協定が成立しドイツとオランダなどの間の列車はミトローパの担当とされた1925年夏からは オランダのナイメヘンとスイスのバーゼルを、クレーベ、ケルン、ビースバーデン、マインツ、ルートビヒスハーフェン、マインハイム、カールスルーエを経由して結ぶ、長距離急行列車 FD164、163列車が運行されている。ドイツ国営鉄道は、01系機関車に始まる、標準化された、蒸気機関車の製造を進める一方で、豪華客車を利用した。 旅客列車を計画した。このような列車を運行する路線として、最初に選ばれたのが、ケルンとマンハイムの間のライン側に沿う、継承区間である。これを南北に延長し、北はオランダ、南はスイスに至る列車としてラインゴルトは、構想された。ミトローパのラインゴルト用、客車一等サロン車車内ラインゴルトは1928年5月15日、 長距離急行102、101列車として、フークファンホラントバーゼル間で運行を開始した。ラインゴルトは長距離急行列車の中でも、別格の扱いを受けており、当時の長距離急行列車の略号が FD だったのに対し、ラインゴルトに対しては、特別に F を2つ重ねた FFD という略号が用いられた。フークファンホラント発の列車は、ユトレヒトで、 アムステルダムからの客車を並結し、アーネムを経てライン側ウガンのゼーフェナールとエメリヒヒの間で国境を越えた。ここから、デュースブルク、デュッセルドルフなどを経由し、ケルンで鉄橋を渡って砂岸に移る。コブレンツからマインツにかけての継承地を通過した後、マインツで再び川を渡ってウガンに転じさらに南下する。マンハイムでは、 当時の駅の構造上方向転換が必要であった。カールスルーへ、フライブルクなどを経て、スイスとの国境を越え、バーゼル市内でサンドライン川を渡り、バーゼル SBB 駅が終点となった。バーゼルでは、ジュネーブ、チューリッヒ、ルツェルンの各方面への列車と乗り継ぐことができ、ルツェルンへは柿のみ一部の客車が直通した。 また、フークファンホラントではイギリスからの夜行連絡船と接続しており、これと乗り継ぐことで、イギリスからスイスまで約24時間で旅行することが可能となった。客車は、ミトローパの所有する一等及び二等のサロン車からなり、一部の客車には厨房が備え付けられており、客席で食事を取ることができた。客車は、クリーム色地に青帯の塗装が施されていた。 このような豪華列車が運行されたことは、ドイツの第一次世界大戦での敗戦からの復興を象徴するものと受け取られた。ラインゴルトの1ヶ月後の1928年6月15日には、国際新大社会社によるアムステルダム、チューリヒカンの昼行列車、エーデルバイスが、ブリュッセル、ルクセンブルク市、ストラスブール、バーゼル経由で運転を開始した。両列車は、 その後、T の時代に至るまで、ライバル関係にあった。エーデル・バイスは、途中のアントウェルペンで、イギリスからの船と接続しており、イギリス・スイス間の需要をめぐっても両者は、競合関係にあった。ただし、1929年からラインゴルトの一部客車が、チューリッヒまで直通した際には、バーゼル・チューリッヒ間の運行を委託された、スイス連邦鉄道は、 ラインゴルトの客車を、エーデルバイスの客車と一緒に連結して運転した。1933年には、アムステルダム、ルツェルーン、チューリッヒへの客車の直通が中止され、フークファンホランとバーゼル間のみの運行となった。1938年にフークファンホランと、チューリッヒ間及びアムステルダム、チューリッヒ、ルツェルーン間の直通が復活している。 1935年12月8日に、ニュルンベルクで行われた、ドイツの鉄道100周年を祝うパレードには、ラインゴルト専用の客車3両と荷物車1両が0一ガタ機関車の牽引で参加した。1939年5月15日のダイヤ改正で、ラインゴルトの一部客車は、ゴッタルドトンネルを経由し、フークファンホランとミラノ間を直通するようになった。しかし、 第二次世界大戦直前の国際関係の悪化により、1939年8月22日をもって、ドイツの長距離急行列車は、ラインゴルトを含めすべて運休となった。大戦後の1946年12月17日、フュクファンホランとバーゼル間に、無名の急行列車が運行を開始した。この列車は1等車から3等車までべての等級を、 含んでいた。また、フークファンホラントからケルンまでは、戦前のラインゴルトより、南よりの別経路をたどっており、フェンローとカルデンキルヒエンの間で国境を越えていた。速度は、戦前の列車よりも遅く、途中からは、夜行列車となっていた。164、163列車は1948年には、西ドイツ国内においては長距離急行に格上げされた。 また1949年のダイヤ改正で時刻が変更され純粋な昼行列車となった。ラインゴルトの休憩路、マインツ・マンハイム、1928年の1959年、フーク・ファン・ホラント・ケルン、1951年の1962年、1951年夏のダイヤ改正からはこの列車は新たに発足した、ドイツ連邦鉄道の特急列車となり、 ラインゴルト急行と名付けられた。一部客車は、ケルンで分割、併合を行い、アムステルダムケルン間を別の特急列車として運行していた。1952年夏ダイヤ改正で、同じフークファンホランとバーゼル間にもう一往復の特急列車が新設され、ラインプファイルと命名された。ラインゴルト急行が一等車から三等車まですべての、 同級の客車を含んでいたのに対し、ラインプファイルは1等車と2等車のみの編成であった。また所要時間もラインゴルト急行より短かった。この時同時にドルトムントとミュンヘンを、エッセン、ケルン、マインツ、フランクフルトアムマイン、ビュルツブルグ経由で結ぶ12等特急列車も新設された。ラインプファイルと F22、21列車は、 ケル・マインツ間では互いに併結されて運転された。F22、21列車は、時期により、オーストリアのインスブルックまで直通した。しかし、翌1953年夏のダイヤ改正では、F10、9列車が、ラインゴルト急行の名を名乗ることになり、元ラインゴルト急行であった F164、163列車は、ローレライ急行と改名された。 アムステルダムからの編成は、ローレライ急行に並結され、ラインゴルト急行は、フークファンホラント発着の客車のみで構成された。この頃ラインゴルト急行のフークファンホラント、バーゼル間の所要時間は10時間42分であった。南側では、ラインゴルト急行の一部の客車はローマまで直通した。ミラノローマ間では、夜行列車となった。F22 21列車も同時に、ラインゴルト休行を名乗った。ローレライ休行は、その後1970年まで、フークファンホランとバーゼル間の特急列車として、存続した。1954年夏ダイヤ改正では、F10、9列車及び、F22、21列車は、ラインゴルトと改名された。また、ケル・マインツ間での並結も取りやめられ、 ケルン中央駅で客車の入れ替えのみを行った。ラインゴルトの運行区間は、フークファンホラントローマ間とされたが、翌1955年には、フークファンホラントバーゼル間に戻った。その後、1958年夏ダイヤ改正で F 22、F22-21 列車は、ラインプファイルという独立した列車名を与えられた。1956年6月3日に行われた。 ヨーロッパの鉄道の二等級制への移行により、ラインゴルトは、すべて一等車からなる編成となった。1五十九年には、マインツ・マンハイム間の経路が変更され、ライン側左岸のボルムス経由となり、マンハイムの手前で、鉄橋を渡るようになった。これは、マンハイムの対岸のルートビヒスハーフェン中央駅の改良により、マインツ・ボルムス方面から折り返すことなく、 マンハイムへ直通できるようになったためである。この結果マンハイムでの方向転換は不要となった。フークファンホランとバーゼル間の所要時間は9時間にまで短縮された。またこの時から一部客車がフークファンホランとクール間を直通するようになった。1960年に西ドイツ国鉄はラインゴルト用に新型の客車を製造することを決定した。これは 戦前のミトローパの客車や1957年に運行を始めた T 用機動車に匹敵するものとされた。ただしラインゴルトは各地へ車両を直通させる必要から T のような固定編成の機動車ではなく機関車の牽引をする客車とされた。この客車は全尺空調設備を備えておりドーム型の展望車も存在した。 この新型車両は1962年5月27日のダイヤ改正から投入された。また、西ドイツ国内では E10.12 型電気機関車が牽引するようになり、最高速度はそれまでの時速 140km から時速 160km に向上した。ドイツでは第二次大戦前には、 フリーゲンダーハンブルガーのような時速160キロメートル運転をする列車があったが戦後の西ドイツではこれが初であるこのダイヤ改正からラインゴルトにアムステルダム発着の客車が再び連結されるようになった同時にケルンイ北の経路が第二次世界大戦前の FFD ラインゴルトと同様なものに戻りユトレヒトで フークファンホラント発の客車とアムステルダム発の客車が併結された。ラインプファイルとの車両の入れ替えは、デュースブルクで行われるようになった。1962年の新型車両導入により、ラインゴルトは T にふさわしい設備を備えたものとなった。このため、西ドイツ国鉄。 オランダ国鉄、スイス国鉄の3社は1964年の T 委員会でラインゴルトを T に加えることを提案した。しかしラインゴルトは途中で複雑な分割、併合を行っているため運行時間に占める停車時間の割合が高く、停車時間を極力短くするという T の原則からは外れていた。またラインゴルトは途中で ラインプファイルと客車のほぼ半数を入れ替えていたことから、西ドイツ国鉄は、国内列車であるラインプファイルも T に昇格させる、ことを主張した。交渉の結果、1965年夏のダイヤ改正から、ラインゴルト、ラインプファイルのほか、同系の客車を用いるブラウエル・エンツヤンと、これらと、ほぼ同程度の設備の客車を用いるフランス国鉄の、 ルミストラルも T に加えられることになった。これは後に、フランスや西ドイツ、イタリアに、国内列車の T が、次々と誕生するきっかけとなった。こうして、1965年5月30日から、ラインゴルトは T の一列車となり、同時に運行区間は、アムステルダム、フークファンホラントジュネーブ間に延長された。 1971年夏ダイヤ改正では T の列車番号に関する規則が改定され、西ドイツを走行する T のほとんどで列車番号が奇数の向きと偶数の向きが反転した。ラインゴルトもそれまで南港が偶数、北港が奇数だったのが逆になっている。T ラインゴルトの食堂車などの車内サービスはドイツ信頼車食堂車会社によって行われた。 1970年代のラインゴルトでは、列車秘書のサービスがあり、平日のドイツ国内の一定区間を運行中に、限り、文書のタイプや社外への電話などを請け負っていた。T ・ラインゴルトと直通客車、ラインゴルト・ラインプ・ファイル、ハノーファードルトムント、デュースブルク・ラインプ・ファイル、デュースブルク・ミュンヘン・バーゼル・ミラノ・バーゼル、クールテ T 昇格当時、ラインゴルトは、途中のユトレヒト デュースブルク、バーゼルの3カ所で客車の分割、併合を行う多層立て列車であった。1965年の夏ダイヤにおけるジュネーブ行、ラインゴルトでは、分割、併合は次のように行われた。まずラインゴルトは、アムステルダムとフルクファンホラント各々の客車3両で、発車する。ユトレヒトでこれらを連結して6両編成となる。 デュースブルクでこのうち全員2両、後ろ1両を切り離しミュンヘニンキラインプファイルに連結、同時にラインプファイルでドルトムントから到着した客車のうち4両をラインゴルトに連結する。バーゼル SBB 駅では編成は3分割され、ラインゴルトは4両編成となって、ジュネーブへ、またミラノ行き客車2両は、 スイス国鉄、イタリア国鉄の458の313列車に、クール行きの1両は、スイス国鉄の203列車に連結されて、それぞれの目的地へ向かう。アムステルダム・ジュネーブ間の全行程を走破する客車は1両のみであり、フーク・ファン・ホランとジュネーブ間を直通する客車は存在しなかった。また展望車は、 ドルトムント発着の編成にのみ含まれており、オランダには乗り入れていなかった。オランダ方面域は、ほぼこれの逆の手順で分割、併合を行うが、客車の連結順が異なり、またデュースブルクからドルトムントへの車両は、ラインプファイルではなく、その数分後を続行する別の列車として運行された。このような、複雑な手順のため、 ラインゴルトの途中駅での停車時間の合計は、双方向とも60分を超えており、運行時間の約1割を停車時間が占めていた。1969年に T ローラントが創設されると、ミラノ発着の客車は、バーゼルミラノ間でローラントに連結されるようになった。1970年夏のダイヤ改正では、 ドルトムーンとクール間の直通客車が新設された、代わりにアムステルダムクール間の直通客車はなくなった。これは西ドイツ国鉄がルール地方とスイスの間の需要を重視したためであり、アムステルダムとドルトムーンとの双方からの客車をクールへ直通させようとすると、デュースブルクもしくはバーゼルでの客車の入れ替えが複雑になりすぎるためでもある。 この結果、デュースブルクでは、ラインゴルトとして、オランダと、スイス方面を直通する客車よりも、ラインプファイルと入れ替えられる客車の方が多くなった。1971年9月26日から、ラインプファイルは、ハノーファー・ミュンヘン間のインターシティとなったが、デュースブルクでの客車の入れ替えは以前と同様に、行われていた。1971年冬ダイヤ改正において、 西ドイツ国鉄は4系統で、各2時間間隔のインターシティ網を構築し、ラインゴルトを含む T も、その一部と位置づけられるようになった。ラインゴルトは、デュースブルク・マンハイム間において、IC1 号線の一部を担う列車とされ、ケルンとマンハイムで、区間運転のインターシティと入れ替わるようなダイヤが、組まれた。なおマンハイム・バーゼル間は、IC3 号線の一部であるが、 同区間においては、IC3 号線の T ローラントの後を、数分間隔で、続行運転した。1971年から72年冬、ダイヤにおいては、ジュネーブ行きラインゴルトは、他の T、IC と以下の各駅で接続した。1973年6月3日のダイヤ改正で、デュースブルクでのラインプファイルとの客車入れ替えは一両を、除いて打ち切られた。 例外として、ハノーファーミラノ間を、ラインプファイル、ラインゴルト及びティーローラントに連結されて直通する、客車一両のみが残った。オランダとミュンヘンを、ラインゴルト、ラインプファイルとして直通する客車はなくなったが、変わって、デンハーグミュンヘン間に、ティーエラスムスが新設されている。なお1975年からはもう一両の客車が、週末のみ、ハノーファーキアッソ館を、 ラインプファイル、ラインゴルト、ローラントに連結され直通するようになった。これは旅行会社の貸切車両であった。ラインゴルトは、オランダ国内では、客車6両で運転され、エメリッヒで客車を増結して、西ドイツ国内では12両編成となっていた。フークファンホラントジュネーブ間の客車の直通や、オランダへの展望車の乗り入れはこの時初めて、実現した。 1973年のダイヤ改正では、ラインゴルトをジュネーブから、フランスのリヨンまで延長することも検討された。しかしフランス国鉄は、ジュネーブリヨン間の線路は、ラインゴルトの展望車や、食堂車のような重い客車を走らせるには適していない。ためこれに反対し、実現しなかった。 1976年からラインゴルトの客車はすべて時速 200km 運転対応のものとなったが、ドーム屋根の展望車や厨房部分が2階建ての食堂車などの特徴的な客車はなくなり、他のインターシティと同様な編成となった。1979年夏ダイヤ改正からは、西ドイツのインターシティはすべて二等車を連結するようになり、 ラインゴルトなど一等車専用の T は、インターシティモーからは、独立した存在となった。この時ラインゴルトは、フークファンホラント発着の系統が廃止され、バーゼルでの編成分割を除けば、アムステルダム・ジュネーブ間の分岐のない単純な経路となった。1980年には柿のみ、運行区間がアムステルダム・ベルン間に短縮された。 これはこの年から西ドイツなどで夏時間が導入されたが、スイスでは導入されず、ラインゴルトは西ドイツの時刻に従って運行されたため、ローザンヌ・ジュネーブ間で他の列車と干渉してしまうためである。翌1981年にはスイスでも夏時間が実施されたため区間の短縮はなかった。1982年夏ダイヤ改正でスイス国鉄は スイスタクトと呼ばれるパターンダイヤを導入したが、ラインゴルトはこれには組み込まれず、運行区間をアムステルダム・バーゼル間に短縮した。さらに北港は従来より2時間早い時間帯に繰り上げられた。バーゼルからは一部客車がベルン、クールを呼び、キアッソへ直通したが、ミラノへの直通はこの時廃止された。アムステルダム・バーゼルマンハイム・ミュンヘンマインツ。 ミュンヘンラインプファイルへの直通客車1983年夏、ダイヤ改正により、ラインゴルトは、西ドイツ国内を走るものとしては、ただ一つ残った T となった。この時から、ラインゴルトは、マンハイムで、編成の一部を分割して、ミュンヘンへ分岐するようになった。1973年まで客車を、ラインプファイルに併結する形でのミュンヘンへの乗り入れは、 行われていたが、ラインゴルトの列車名のままでのミュンヘン乗り入れは、これが初である。マンハイムからミュンヘンまでの経路は、都市間の連絡よりも観光を重視したものであった。列車は、ハイデルベルクからネッカー川の谷に入り、古城街道の一部をたどった後シュトゥットガルトに至る。シュトゥットガルトとミュンヘンの間でも、幹線ルートからは北に外れ、 ロマンティック街道沿いの観光地を経由した。途中には単線のローカル線もあり、優等列車が乗り入れることは稀な区間であった。またミュンヘンへの編成にはクラブ車が連結されており、車内でのイベントに用いられた。しかしこの経路は想定されたほどの旅客を集めることはできず、1985年6月2日のダイヤ改正で、 ハイデルベルク・シュトゥットガルト・ミュンヘン間の経路は、ラインダニとミュンヘンを結ぶ幹線ルートに変更された。同時に、バーゼル発着編成との分割場所は、マインツに変更され、マインツ・ハイデルベルク間では、ラインガワウガンのダルムシュタットを経由するようになった。また、1985年と1986年の夏には、ミュンヘンから、 オーストリアのザルツブルクまで延長された。1986年夏ダイヤ改正では、ラインゴルトの列車番号は、T15、14と2桁になった。一方で同年冬には、ラインゴルトと同経路の国際インターシティであるレンブラントの列車番号が、ドイツで最も小さい IC3、2となった。これは、西ドイツ国鉄が、ラインゴルトを もはや最も重要な列車とはみなさなくなったためと考えられている。ラインゴルトは1987年5月30日の運行を最後に廃止された。T に用いられていた列車名の多くは T としての廃止後もほぼ同じ区間を走るインターシティやユーロシティに引き継がれているが、ラインゴルトの名は引き継がれることなく消滅した。 これは西ドイツ国鉄が格式あるラインゴルトに二等車を連結したくなかったためであるとも評されている。1987年5月31日から国際列車の新たな種別としてユーロシティが発足した。オランダとスイスの間ではレンブラントがユーロシティとされ、オランダと西ドイツの間ではレンブラントのほかエラスムスとフランスハルスがユーロシティとなった。 これらのうち、レンブラントとエラスムスは、改正前は、同区間の国際インターシティであった。フランスハルスは新設であり、廃止されたラインゴルトとは時間帯が異なる。その後オランダ・スイス間では1991年に、ベルナー・オーバーラントが、ユーロシティに加わった。2000年以降オランダとドイツの間のユーロシティは、アイスへの置き換えが進められ、 2002年12月15日のダイヤ改正でレンブラントは廃止された。さらに2003年12月14日には、ベルナー・オーバーラントもハンブルク、インターラー県間に区間を変更し、オランダとスイスを結ぶユーロシティは姿を消した。ユーロシティに代わり、2003年12月ダイヤ改正では、アムステルダムとバーゼルを、ケルン、 ラインマイン高速線経由で結ぶアイスが運行を開始した。これがかつてのラインゴルトに最も近い経路をたどる列車となっている。主なダイヤ改正時点におけるラインゴルトの停車駅は以下の通り。ラインゴルトは全機関を通じて機関車が経営する客車列車であった。ミトローパ1928年の運転開始当時、ラインゴルトには ミトローパ社の保有する専用客車が使用された。当時の長距離急行列車では、客車は一般の急行列車と変わらないものであり、ラインゴルトは使用車両の上でも別格とされていた。ラインゴルト専用客車は全長が23.5メートルあり、当時のドイツでは最長であった。客車の内訳は以下の通り。一等車の開放客室は、 中央の通路を挟んで一人掛けの椅子が並ぶ1プラス1の配列である。このほか4人用と2人用の個室が各一室ある。二等車では通路を挟んで2プラス1の配列となる。一等車、二等車とも座席は数と分ごとに独立したソファー上のものであり、二列ごとに向かい合わせに配置されている。座席の間には、 固定式のテーブルがある。窓の幅は一等車では1.40メートル、二等車でも1.20メートルあり、これは当時としては大きなものであった。1934年には二等客車のうち3両が12都合作り車に改造されている。1928年と1935年時点でのラインゴルトの編成は以下の通りであった。 F2 区客車ドイツ連邦鉄道は1951年から1937年から39年にかけて製造された優等列車用客車の再生プログラムを始めた。同年夏ダイヤ改正からラインゴルト急行にはこうして再生された123等号作り車と荷物車が用いられた。客車の全長はこの頃のドイツの優等列車の 標準である21.25メートルであり、青色に塗装されていた。1952年に運行を開始したラインプファイルにも同様に再生された12当客車が用いられた。ただし食堂車のみは国際信台車会社所属のものであった。ドイツ信台車食堂車会社の食堂車はミュンヘン方面への編成にマインツミュンヘン間でのみ連結された。 ラインゴルトの食堂車が DSG のものになったのは1955年以降である。1956年の二等級制以降後は、ラインゴルトの客車は戦後制の一等車となった。ラインゴルト型ラインゴルト用客車西ドイツ国鉄は1962年から63年にかけて、ラインゴルト、ラインプファイル用に新型の客車を製造した。この形式は、 ラインゴルト型とも呼ばれ、ドイツにおける T ・インターシティ用客車の標準となった。後に、車体の使用はほぼ共通ながら、台車を時速200キロメートル運転可能なものにした車両に置き換えられている。1976年までラインゴルトには、ドーム屋根の展望車や厨房部分が2階建てになった、食堂車など特徴的な客車が連結されていたが、これらは、 時速 200km 運転に対応できず、ラインゴルトでの運用から外れた。ラインゴルト型以前には二人用や四人用のコンパートメント席や開放座席車の一部に二人用個室を設けた客車も存在したが、ラインゴルト型では六人用コンパートメント車と純粋な開放座席車の2種類に整理された。1962年当時の車両は、 戦前のミトローパ時代の客車と同様のクリーム地に青の帯の塗装であった。T 化後もしばらくはそのままの塗装だったが、後に T の標準であるクリーム地に赤帯に改められた。なお西ドイツ国鉄は1967年に車両の形式名を改めている。以下では特に断らない限り改定後の形式名を用いる。 編成図運用1972年時点において、ラインゴルト、ラインプファイルの客車は、ハノーファー、ドルトムント、ミュンヘンの車両基地に分散して配属されていた。オランダから、スイスやイタリアへ直通する客車は、運行区間のどちらの橋も、車両基地と離れているが、ミュンヘンやハノーファー発着の客車と順に入れ替えることで、定期的に基地に戻っていた。 1973年に、ラインプファイルとの客車入れ替えが中止された後は、ラインゴルトの客車は新設されたテーエラスムスと共通の運用となった。ラインゴルトの客車は、フーク・ファン・ホランとデンハーグ間を改装され、エラスムスとして、ミュンヘンの車両基地に戻っていた。経営機関車は原則として、国境駅を境に、それぞれの国のものが用いられた。 1928年の運転開始時点で使用されていた機関車は以下の通りゼーフェナール・マンハイム間は3810の40軽機関車が用いられることもあったスイスへ直通する客車はスイス国内では電気機関車牽引となった1934年にはマンハイム以南の牽引機関車が01型となり1935年には ゼーフェナール・マンハイム間も01型が、牽引するようになった。この頃までに、オランダ国内の牽引機は3900型に、変わっている。第二次大戦後の西ドイツでは、特急列車の牽引機としては01型や03型の蒸気機関車が用いられた。1955年時点における、西ドイツ国内の牽引機は、以下の通りであった。 1958年に、マインハイム・バーゼル間は、電気機関車牽引となった。1959年には、電気機関車牽引区間は、ケルン・バーゼル間に延長され、1962年の、経路変更後には、デュースブルク・バーゼル間が、電気機関車牽引であった。またこの時、E10.12 系機関車が投入され、 時速 160km 運転が始められた。1966年に最後まで残ったアーネム、デュースブルク間の非電区間が電化されたことで、ラインゴルトは全線電気機関車牽引となった。103型機関車1965年以降の T 時代に使用された機関車は以下の通り、1928年の車両1955年に、 ケルンで結成されたケルン鉄道優の会は1960年代末にミトローパ時代のラインゴルト用客車を入手した2009年現在では客車6両と荷物車1両が保存されているこれらの車両は1985年にニュルンベルクで行われたドイツ鉄道150周年記念パレードにも参加しているこの他 スイスの鉄道旅行会社トランスヨーロップ、アイゼンバーン AG も、客車2両を保有しており、旧国際寝台車会社の寝台車などとともに、グランドエクスプレス、エウロペアントレーンデラックスとして、主に団体向けのチャーター列車として使用されている。1962年の車両ドイツ鉄道は、チャーター列車用に、T ライノゴルトと称する客車を保有している。内訳は、 コンパートメント車9両、開放座席車2両、食堂車2両、クラブ車1両、展望車1両で T 色に塗装されている。一部の車両を除いて、ヨーロッパの標準機路線のほとんどを走行可能であり、ドイツ、スイス、オーストリアの電化路線では103型機関車の牽引により、最高時速 200km での運転が可能である。 ケルン鉄道優の会も1962年製の車両を保有している。こちらはクリーム地に紫の1962年当時の塗装である。ありがとうございます。